はいどうも、翔平 TV です。チャンネル登録1万人達成しました。皆さん、本当にありがとうございます。さあ、翔平ズ終盤戦です。ピッチャー、破壊王。さあ、破壊王といえば、フォークがね、決め球ですよ。はい。さあ、バッター、リント。はい、これは、キャッチャーゴロ、アウトと。いやいや、ほんとすごい球投げる。はい、バッターは右のタフィーユローズ、高橋さん。これまさかのセンター前に落ちましてヒット。ナイスバッティング。バッタークリッチ、イエイと。さあピッチャーゴロ、これでアウトとなります。2アウト。そして岐阜から来た田中さあ、これはセカンドゴロですかね。はい、アウトとなります。ケンジ、そして先頭良平、先頭良平からさあピッチャー石川君、カキーンと。これはまさかのセンターのフレーム君がねファインプレーしちゃうっていう良平ね、ドンマイでした。そしてバッター俊さん、ヘルメットがずれます。豪快ですね、豪快です。ナイピッチです。さあバッター和樹、やばい兄弟。そしてバッター三浦さん、これで和樹が走る。セーフ、盗塁セーフとなります。はい、ランナー二塁、ツーアウトランナー二塁。三浦さん打つか。はい、まさかのこれで和樹がまた、はい、3投してサード翔平キャット取ってアウトとなります。リントがナイス通り差しですね。そして交代して、はい、これショートゴロ、両平抑えてますね。でも次正宏君がデッドボール。さあ奥村君はこれチャンスですね。でバッターフレーム打ちましたが、これはフライかな確か。はい、アウトとなります。チャンスで翔平 TV、 これはあんまり期待できない。はい、まずボール、もう雨でもみんなびっしょびしょになりながらやってたんで、みんなも限界でしたね。これね、この落ちる球にやられました。もうバットも滑っちゃって。はい、これねまさかのね、声出しながら空振るっていう感じで。はいはい、お次またサードゴロ、ボテボテです。はい、ヒロトが取って踏んでアウトとなります。そして翔平ズのマウンド、棚正ちゃんです。岐阜から来た棚正くんです。ちょっと癖がありますけどね。はい、さあ三浦さん、まずこれは取って、どうだ、サードゴロ、アウト。はい、でちょっとねデータ飛びましてね、すいません、データ飛んじゃったんで、リントが出て盗塁をして、そこからねこれセーフらしいです。ちょっとこれね疑惑の判定ですけど、はい、やっぱね審判がね1人だとしょうがないです。はい、映像で見るとこれはアウトかなと思いますね。はい、しかしセーフとなります。その後リント走って3投してアウトになりました。高橋さんはフォアボールと。はい、バッタークリッチ、はい、クリッチもね三振です。はい、これでゲームセットとなりまして、両ヘイズの勝利です。でここからねお楽しみ、試合後参加者全員にプレゼントするという企画。はい、まあ番号を言ってもらってね、その番号のアイテムがもらえるという感じでやっておりました。でその後にね MVP 賞として、株式会社オプティアルさんからプロテインをいただきましたんで、こちらを MVP の方にプレゼント。もう言わせんの。9ね。9はどこだ。9もう分かる。もう分かる。10で。10。あれでも10はなんか違う、なんか変わったやつ。集め開けてみんなに見しておっ、これは老人しかも打者用、打者用の一応落書き裏に書いてあるよ。あ、サインだ。誰の落書き？誰だおいMVP 賞、そしてMVP 賞、これね、プロテインね。はい。嫁さんじゃないですか、MVP。はい、今回こちら、オプチュアルさんのリメイクという、ソイプロテインですね。これをいただきましたんで、これを参加者の方に。今回の MVP は、リント君。早球ね、刺したりね。どっちがいいですか？マンゴー、バナナで、バナナで、はいはい、ありがとうございます。MVP ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。そしてもう一人、めちゃめちゃ貢献してくれました高橋さん。朝8時に来てくれて、グラスにしてくれました。1番に来てくれましたんで、今回はリメイクの方、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はこのみんなと紅白戦やりました。楽しかったですか？楽しかったです。まあちょっとグラウンドね、悪かったんで、ちょっとグラ戦の方本当に皆さんありがとうございました。もしね、また、機会が、まあ、10月ぐらい予定してるんですけど、またその時来てもらえたらと思います。10月16日土曜日11時から3時まで、埼玉県狭山市上奥富グラウンドで翔平図紅白戦やります。ぜひとも参加お待ちしてます。おいしょ、プレゼント企画開始しまーす。はい、ついにもう2戦に行ったんで、もうあげましょうってことで、はい、もうあげちゃいます。まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。2戦でおめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントをするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントをよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです。 OK、 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです。両方でもいいですよ。そうですね、コメントしてもらえて、はい。でまた1万人達成した時に、達成しました動画っていうのも出るとは思うので、まあそちらに再度やってもらうような形です。常日頃から見ていただいて、そうです、いつ発表するかわかんないですよ。そうですね、いつ1万人とかわかんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、結構いろんな情報、裏情報とか、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします。革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れたまで